日本一わかりやすい〇〇、テーマは北朝鮮。ミサイル発射実験、核実験を繰り返す北朝鮮。果たして北朝鮮がミサイルを撃つ目的は何なのか。報道されない北朝鮮を取り巻く世界の仕組みを解説します。先生は元戦闘機パイロットで幹部自衛官も務め、現在は軍事評論家として活躍する佐藤守さん。最後のテーマがですね、まあ、アメリカ、今北朝鮮がもう散々ミサイル撃ってますけれども、アメリカは北朝鮮を攻撃するかどうかということ、それからその時、ね、アメリカが北朝鮮を攻撃したら日本、中国、ロシアというのはどういった思惑で動くだろうかという、まあ、未来予想みたいなお話なんですけど、まずアメリカはどうでしょうか。軍事攻撃するかしないか。大規模な戦争はやらんでしょうね、トランプの立場もある。しかし、やらないとオバマと一緒だって非難されるから、次期選挙は潰れるでしょうね、だからね、どこかがレッドラインだと彼は見てると思う、僕の考えではね、おそらく、まあ、いろんな評論家も言ってるけどね、核実験に成功するのが一つのタイムリミットだという人がいるけれども、僕はね、全般的な流れから見ててね、もうレッドラインを超えてる、超えてる、だからトランプはいつでもやれる、やれるんだけども、どういう形でやるか。そうするとやって首取るのは簡単なんだけども、やるためにそれやった後、自分が世界の評価でね、トランプがやりすぎたっていうね、メディアが騒ぐから、そういうことをね、いくらか鎮静させた気でやろうとしてる、これはね、キム・ジョンイルの時にね、実は相当米空軍はね、抹殺作戦をね、実行寸前まで言ってたよ、最近出てきるかな、F111 っていうね、ステルス戦闘機は、これ攻撃もできるんだ、これがね、そっと入ってて、向こうはもうレーダーも大したことないから、自由自在にね、金正日がどこにいるかの情報を得てね、これはヒューミントっていう、取れないからね、レーダーで取れないから、どこにいるか、それを確実にして、そこの上をね、取れていくわけ、エンジンをアイドルにして、ね、エンジン絞って、そしてここだっていうところに行って上げて、ダーンとアフターバーナーの高さを押すと、厚木でうるさいうるさいってされてるのに、後ろでガーンとエンジンが爆発的にね、燃焼するから、ガーンと、そういう声で、北朝鮮筋から聞いたら、キム・ジョンウンがあれに怯えてね、地下にね、もう逃げ寄ってたっていう話がある。それは怖いよ、キム・ジョンウンは。ただし33歳だから、で見たところメタボだけどね、足もびっくり引いてないからね、そこそこ健康なんだろう。そうするとね、やりたいことはやれると思う。君らみたいな若いのはね、サッカーでもね、一日何十キロも走れるような、そういう体力記録に自信があるのと、キム・ジョンイルがもうなかった時とはね、ちょっと条件が変わってる。だからキム・ジョンがどう出るかは読みは難しいんだけども、彼が怯えてね、怯えてどっかに逃げたり隠れてるっていう情報が入ればね、今はもうベンツに乗り回してたっていう話あるけど、レクサスを乗り回してるっていうからね、だからそれをどっかで情報で確実な情報したら、これとこれと予備5人ぐらいのターゲットを作ってね、一斉に攻撃してやればね、カダフィをやっつけた時とね、あるいはビンラディンね、ウサマ、こういったものをやった特殊部隊で行動してやれると思う。でそれをもしやらなければ、なんだトランプも一緒じゃないか、大腹吹き上がってっていう話になるから、僕はそれを今ね、トランプ陣営はね、呼んでると思う。そして最高のスタート、もう米軍はいつもできるんだから、いつもできる。でもそれをどこでこうやるかっていうのは今年中だろうなと思うね、まあ、そうやって、まあ、キム・ジョンウンさんがね、実際にアメリカの軍を怯えてるって話もあれば、実はキム・ジョンウンにミサイルを撃たしてるのもアメリカの政府ではなくてアメリカの企業じゃないかっていうような話も あってですね、要は朝鮮有事を引き起こして、ね、そこで有事があればですね、もう武器も売れるし、ね、なるから早くトランプに攻めてほしいというふうに思って、裏でね、キム・ジョンウンにどん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 やれやれと、もっとミサイル撃て撃てと言っている勢力もあるんではないかと、うん、それも面白いあるんだろうけどね、でも潰れるのはキム・ジョンウンだからね、アメリカ企業におだてられてやるのはいいけどね、首切られるのは自分だからね、
いやでもひょっとするとほら替え玉をね立てといて自分は亡命する可能性もあれぐらい太った替え玉いるかなそのアメリカの攻撃がまあ仮にあったとしてですね、その時に日本、ロシア、中国はそれぞれどういう思惑で動く、まあ、日本に関しては動くべきでもいいかもしれないですけど、ロシア、中国からいきましょうか。はっきり言うとね、中国は見て見ぬふりさ、見て見ぬふり、ロシアもそうさ、はい、しかし中国に油が取られたくないです、うん、だって自分たちが育てた国だから、はい、ね、ロシアはね、うん、それで中国はあもう厄介もんで困りきってんだけど売るものがあるから希少金属と、はい、それとあの中国の弱点は大連軍区っていうかね、信用軍区っていうかね、はい、あの昔の旧満州地区の軍隊はね必ずしも習近平に、サインを表してないから、うん、常に反発してるから、だから彼を統率できないから何かやった時使われるのは信用軍区の軍隊だから、はい、ほら北朝鮮に、で北朝鮮とは取引がいっぱいあるから、でそれはね北朝鮮とあるのは旧日本国の時からね、例えば日産とかトヨタとかね車の産業とかいうのはもうみんな満州と一国になってやってたからね、はい、だからそういう資産も全部あるから、あ信用軍区は利益がいっぱいあるわけだ、だからそれを、ね、北京の家なりになってやったらね、やってもいいけど犠牲者が出るのと身がなくなるのは自分らという計算があるから、おそらく習近平は結果的には何も手出しできないと思う、僕はあの国は張り子の虎でねできないと思う、で一番恐ろしいのはロシアだと思う、うんうん、でアメリカはねどっちでもいいの、もう韓国ね兵器してるの、もう引こうと思ってるんだけど引いたらちょっとねアジア情勢が壊るし、でまあ同盟を結んでる日本がねかわいそうだから、日本との一応ね同盟関係、同盟国を助けるというのがアメリカのテーゼだから、それを世界中に示してきてたのが突然日本も捨てる、見捨てるということになれば世界中からアメリカ総スカになるから、そういうところを勘案してやってると、だから日本は一番あれなら日本はどうしていいか分からないどうしていいか様子見みたいなことですか、うん、だ得意なあれがね政治家の静観する、静観してるうちにするってことは動くのよ、うんうん、だからどっちが行って転んでいったら、ほら私の言った通りになった、だから私が言ったじゃないかって逃げるの政治家なのよ、うん、だからまあ一番、うん、僕は日本人だから日本国はシャキッとしてもらいたいんだけどもね、あそういう状況から見るとトランプに協力の姿勢はすると思うよ、うん、憲法のこの前のね集団的自衛権のあれでやった範囲内において、アメリカに結局一生懸命協力する、そういうのとアメリカからやられるから、だから そこはあると思うけど、一番下手して割を食うのは日本だろうね、韓国はもうどうでもいいからな国はもう自分自身同じ民族だって言ってるから、だからあそこはだからそういう国だからアメリカが手を引くとなると、半島が一番最初言ったように真っ赤なとんがりのねロシアのね領土になってくる、そうするとロシアは日本をザーッと取り巻くことができるから北方四島とかでね、そうすると国家戦略としてロシアのプーチンは息を吹き返す可能性がある、だからまあまあその自慢争いがね、ここに争いがどう出るかっていうのはね、なかなか難しいけども、結論は中国は何も手出しできない、でロシアは何かしたたかな言わんのバカだからねなんてやってくる、そういう気がしますね。でアメリカはその時のアメリカがどっちをどう取り込むかだろうとね、ものすごい面白いミリタリーバランスですよ、うんだね、うん、はい、どうですかその北朝鮮にアメリカが攻撃したらっていうんで、まあ、今シミュレーション先生の頭の中のシミュレーションを聞きましたけど、レンちゃんからするとちょっと難しい、もうなんかいろんな紐がこうこっち引っ張ったらどっか切れるみたいな感じで、もういろんな国が紐みたいにぐっちゃぐちゃに絡まってるみたいな状態だと思うんですけど、やっぱりアメリカを攻撃したらやっぱりこう結んでる以上、やっぱりこうまあでもそれもまたなんか現実的なことではないのかもしれないけど、やっぱり形上日本はやっぱアメリカに協力的な姿勢を見せるのかなと思いました、うんうん、アメリカは日本はアメリカに姿勢を見せるんだよ、アメリカ以外ないの、うん、どこの国も日本を守ってくれない、自分で守ろうとしないんだ、だから消去法で言ったら世界200国あるけど、まあ、アフリカや、ね、東南アジアなんか誰も助けに来ない、台湾は来てくれるかもしれないけど微弱な、日本は日本でやらなきゃいけないのにやれない、一番確実で強力になっちゃうからアメリカだ、でアメリカに乗ってやったら終わりになる、
どうですか、下村君は。アメリカが動かない限り、日本も中国もロシアも、まあ、どこも動かないと思われて、うん、アメリカの動向次第でこれからが全部変わっていくって言っても過言じゃないぐらい、アメリカの動向っていうのはこれから見張るべきじゃないかなと思います。素晴らしいね。はい、春子さんどうですか。そうですね、やっぱ北朝鮮っていうところを巡って、もういろんな他の国がこうバランスをとって今やってる状態っていうのがあって、やっぱりアメリカがやっぱり動いちゃったら日本もそのアメリカに頼ってるところがあると思うので、日本もこう動いていかないといけないっていうところで、攻撃するのかしないのかっていうところは日本にとっても大事なところだなって感じましたね。ものすごい面白いギャグがあってね、はい、金正日のことをずっと調べてた時にね、金正日が騒ぐのはね、日本はしっかりしろと、日本だらしないぞと、我々は尊敬してたんだ日本を、日本の皇室をねこよなく愛してねやってるのは実は金一家であって、あの皇室のご神言みたいなことばっかやってるでしょ昔のね、うん、それを日本学んでんだ、ところはなんだと、戦って負けたとえアメリカにねべったりでね、アメリカの言いなりになってんじゃないか、だらせねえぞ帝国日本、脅しをやってミサイル飛ばしてないんだね、面白い話だそれに気がつかないからね、まあ、今日ね7つのテーマいろいろ聞きました、ね、北朝鮮ってどんな国ですかとかね、あと、ミサイル撃つのか、その目的は何かとかね、撃ち落とせるのか、だからあと経済制裁ってなんで効かないんだとかですね、だから日本も経済制裁にね本当に協力してるのかとかですね、拉致の問題もやったし、実際にじゃあ今攻撃あるのかどうかという、もう北朝鮮に関わるテーマ全てもう網羅したような感じですけどじゃあ最後レンちゃんどうでした。やっぱりこうもう若者が結構こうニュースだったりとか、日本がどういう国になってどういう国交を結んでるかっていうことに全く興味を持たないように、悲しいことだけになっていると思って、私もやっぱりこう改めて聞くと、北朝鮮の生業からして何も知らなくて、日本がそもそも深い関わりがあったっていうところから、そうだったんだ、じゃああの行動はこういうことだったんだっていうふうに結構すごく考えて初めて知ることが多かったので、これからこう北朝鮮は本当にもう世界的に見てもなんかもうなんていうの、世界でいうがんみたいな場所だと思うので、うん、その周りのこう心臓なんかこう血管を傷つけないようにというか、うまくやっていかなきゃいけないなっていうのはすごく思ったので、こう慎重に私たちもこうちゃんとこう国交について考えていかなきゃいけないなと思いました。はい、でも北朝鮮ってがんという厳しい表現がありましたけど、うん、どうですかね。今中国はがんだって本がね売れてるけどね、まあ、じゃあ医学的に言うとがんだねでもね、間違えないでほしいのはもうみんな国の名前で言ったけどもね、ごく一部とは言わないけどね、かなりの部分が腐ってるんだってね、がん細胞であって、今本当に苦労してるね人民にはね、その中国もそうだけど13億のうちのね12億くらいはね、ほとんど情報を知らないでねやってる人たちが多いの。だからどっちでも殺した、だからその革新って政府の政権を握ってる中枢にいる人間がはっきり言ってがんなの。だからこのがんをどうして取り除くかっていうのは今のトランプの使命なの。だから全てがね、北朝鮮があって、北朝鮮って一つのことで人民も含めてね、生まれたての赤ん坊までもねそういう目で見ちゃいけない、うん、だから中国にしてもそうなの。もう素晴らしい人いっぱいいるんだけど、でも今の世界ではその表に出れない人がいるの。この前ね、ノーベル賞のある人でね、だそういうところだけはちょっと弁別してね、うん、何でもかんでもいっぱい人がいるっていう話じゃ困るわけだ、うん、そうですね、いろんなそのガンだって言われてる国でも若い人がどんどん育成してどんどん循環していきますもんね、上に立つ人も、うん、そうなんですね。だから今日本が国内問題で、僕ら大阪に住んでますけど、大阪には在日の人もたくさんいる。でルートは例えば北朝鮮から来た人もいる。じゃあそういう人が全部ね、そういうガンだみたいなことになると、もうそれは行き過ぎたあれことなんですよね。だからそこはやっぱり実態をきちっとすることで、知ることでね、切り分けて、うん、でこういう国でこういう歴史があって、こういう問題がある、でもこの問題と目の前にいるこの人たちはまた切り分けて考えるっていうことも冷静にしないと、感情論でね、もう在日は全部ダメだとかね、在日のやつがミサイル撃とうとしてるんだみたいな、もうそれは一気に飛躍で、これはね、なんで生まれるかっていうと、感情論の無知から生まれるんですよ、ね、それが戦争の源や、うんうん、でまたそれを煽る人たちがいるんです、うん、感情論を煽る人が、そうですね、うん、なんか無知な人たちがこうやっぱり
まあ、ミサイルが飛んできてわー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 言ってるところにやっぱりそこで盛り上がってる場所にまた燃料を投下する人っていうのがたくさんいるんだなと思ったので、それ無知な状態でその盛り上がってるところだけを見たら、あ、やっぱそうやって大変なことになってるんだって私たちも勘違いをするので、やっぱ正しい知識をこういうふうな場で学ぶことは大事だなと思いました。はい、ね、素晴らしいね。はい、いや、あのこのシリーズですね、日本一わかりやすい〇〇シリーズはこういった感じで本当に純粋で、あのもう歪った、ね、歪んだ知識のない人たちにこう普通に聞いてもらって、どういうふうに考えてもらうか、結論を我々押し付ける気は全くなくて、あくまで識者の意見を聞いていただいて皆さんが考えることを正しいと思ってやっていただく、基礎知識を学んでもらうということでやっていきたいと思いますので、また次回テーマを変えてやっていきたいと思いますので、うん、先生もまた機会ありましたら、いやいや、今日勉強になりました、はい、逆にね、教えてもらいました本当にありがとう、はい、本当に今日はありがとうございました。では今日はお別れしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。